皆さんこんにちは。こんばんは。ガンダム無双シリーズに、一騎当選のバッサリ感を混ぜたタクティカルアクションゲーム、新ガンダム無双をやっていくよ。ガンダム無双とは、赤枠で囲われた敵陣地をバッサバッサと敵モビルスーツをなぎ倒しながら占領していくゲームだぜ。今回は前回に引き続き、オフィシャルモード、機動戦士ガンダムユニコーン、エピソード4、ラプラスの亡霊をやっていくぞ。それでは、あまたのモビルスーツや人気キャラクターの紹介を交えながら、ガンダム無双の世界を楽しんでいきましょう。エピソード4、ラプラスの亡霊。戦闘不能になったクシャトリアは、ユニコーンガンダムと共にネイルアーガマに回収された。捕虜となったマリーダを、痛ましい思いでバナージは見つめる。よく覚えてないんです。どうしてあんなことになったのか。マシンに飲まれたんだろう。サイコミの逆流だ。操縦しているつもりが、いつの間にか操られている。強烈な否定の意志を感じた。あれは、ガンダムに埋め込まれたシステムの本能だろう。ニュータイプを見つけ出して破壊する。たとえそれが、作り物であっても。だがガンダムは止まった。お前の意志が、お前の中にある根っこが、システムを屈服させたんだ。根っこ？私たちにはそれがない。だからマシンと同化できてしまう。マリダさん！私のことはいい。バナージ。たとえどんな現実を突きつけられようと、それでも、と言い続けろ。自分を見失うな。それがお前の根っこ。あのガンダムの中に眠るもう一つのシステムを呼び覚ます力に。ユニコーンガンダムに箱の鍵が託された理由をマリーダは察していた。しかし自身が振るった力の結果にバナージは恐怖する。二度とユニコーンガンダムには乗らない。そう決意するバナージだったが、彼を囲む状況がそんなことを許すはずもなかった。マリーダとの戦いでは、NTD は発動したものの、箱の新たな封印は解かれなかった。やはり指定座標で NTD を発動する必要があったのだ。フロンタルはネイルアーガマが指定座標に到達するのを待って、再度襲撃する準備に入る。マリーダ奪還を狙うジンネマンもガランシェールを向かわせた。そして、塔のネイルアーガマにおいても、指定座標でユニコーンガンダムを稼働させるよう、ダグザがバナージに命令を下していた。俺は軍人じゃないんだから、命令を聞く必要はないはずです。確かに義務はない。だが責任はある。君はもう、3度も戦闘状況に介入した。強力な武器を持ってた。それで救われた者もいれば、命を絶たれた者もいる。敵味方に関わりなく、君はすでに大勢の人間の運命に介在しているんだ。その責任は取る必要がある。どうやって？やり遂げることだ。死ぬまで戦えってことですか？それともこのわけのわからない宝探しに最後まで？それは自分で考えろ。今の君は目の前の困難から逃げようとしているだけだ。だって人が死ぬんですよ。人殺しをしなきゃいけない責任って何です？俺にはそんな簡単に割り切れません。ダグザの冷徹な物言いに怒りをあらわにするバナージ。だが、パラオ攻略戦ではダグザがバナージの救出を第一に考えていたことを知る。一方、ダグザもバナージからまっすぐな言葉をぶつけられ、組織の歯車に徹してきた間に忘れていた、小さな痛みを感じていた。自分に息子でもいれば、とうに味わっていた気分なのだろうな。バナージは、ダグザと共にユニコーンガンダムを出撃させる。ユニコーンガンダムが示した座標、それは破壊されたかつての首相官邸、ラプラスの残骸だった。ユニコーンが示した座標、大昔にテロで壊された首相官邸ですか？ラプラスプログラムは一
体の位置座標を認識してデータを開示している可能性がある。箱が隠されているって言うんだよ。これでとっくに誰かが調べてるんじゃないですか。ユニコーン、わからんから調べている。操縦に集中しろ。はい、怒られたのでしっかりと操作していきましょう。お宝探しに必死だぜ。ここから雑魚を蹴散らして、レーダーに表示されている赤い範囲を全て制圧していきます。雑魚倒してるのをずっと見せてても仕方ないので、この間に操作説明を済ませておきましょうか。四角ボタンは通常攻撃、三角ボタンはチャージ攻撃、丸ボタンがスペシャル攻撃で、バツボタンでダッシュできるぞ。あとは L1 ボタンでガードと空中回避ができて、R1 ボタンでジャンプ、最後に R2 ボタンでバーストを発動できるぞ。そして今作で実装された新システム、チャージショットは、三角ボタンを長押しすることで出せる強力な射撃攻撃だ。ボカーンボカーンと爆発してるやつですね。このチャージショットは、コンボ中にいつでもキャンセルして発動することができ、長押しに必要な時間も短いため、チャージ攻撃からチャージショットなども簡単にできるんだ。だから私でも簡単にできてしまうと、素晴らしい。チャージショットで敵を倒すと、通常の撃破時よりも広範囲の敵を巻き込む誘爆を引き起こすため、群がる敵を一掃できるんだぜ。と簡単な操作説明が終わったところで、指定座標に突入開始。何か来る。本体が狙われています。なんとなんと、ユニコーンちゃんが離れた隙に本体が襲撃を受けているではありませんか。悠長に喋ってないでさっさと助けに戻れよ。はいはーい。あら？どうやらこの赤い枠に閉じ込められてしまったようです。連邦の本体はガランシェール隊に任せておけばいい。我々はユニコーンに仕掛けて NTD の発動を促す。どうやら NTD を無理やり発動させようと企んでるみたいだな。遠慮はするな。落とす気でかからないとガンダムには勝てん。新鋭隊、梅雨払いをさせていただきます。引き際を見誤るなよ。我々の目的はあくまでマリーダの奪還だ。またまた登場したアンジェロ君。実は今回でお別れになってしまうので、さよならの挨拶をしておきましょう。アンジェロザウパー、袖付きのパイロット、フルフロンタル新鋭隊長。フルフロンタルに深く傾倒しており、全てにおいて彼が絶対的な価値基準になっている。そのため視野が狭く、撃しやすい正常はオードリーに危険な男、とさればナージには、育ちの悪い人、という印象を持たれた。パイロットとしての技量は高く、フルフロンタルとの連携を前提としてカスタマイズされた、専用のギラズールを操る。だが戦場にあっては、フロンタルの戦いを汚さぬよう、自分は手を出さずにいることが最も良いと考えている。アンジェロ隊、下がっていよ。奴もそろそろ限界だろう。私が仕掛ける。また官邸に行くのか。アンジェロ君との別れも済ませ、物語は進んでいきます。俺が外に出たら、お前は合図を待て。歯車には歯車の意地がある。お前もお前の役割を果たせ。俺の、果たすべき、責任。歯車でも生まれるのだな、望みというものが。これで！今だ！バラージ！お前は私の希望を託したぞ、バナージ。やったな。ダルザさんが、バズーカがベチャってなってたぞ。結局フロンタルの思惑通りにことが進んでしまったな。フロンタル許すまじ。そんなフロンタルの乗る、生かした機体を紹介していくぜ。シナンジュ。アナハイムエレクトロニクス社で開発された試作モビルスーツ。ムーバブルフレームの一部にサイコフレームが採用されたニュータイプ専用機。
この機体のデータをもとに、ユニコーンガンダムが作られた。後にネオジオン残党、袖付きによって強奪され、視界フルフロンタルの蒸気となる。シンクのボディカラーが、赤い彗星の再来をいやおうなく想起させる機体。ダグザの死に逆上したバナージは、NTD を発動させ、執拗にフロンタルを狙った。あんただけは、落とす！バナージ君、聞こえているならやめろ。このままではお互い、大気圏で燃え尽きることになる。これ以上は地球の重力に惹かれて離脱できなくなる。しかし、フロンタルの言葉にバナージは耳を貸さず、ビームマグナムの照準を指南所に向けた。外さない。だが、ビームマグナムの光は、フロンタルをかばったギルボアのギラズールを貫いてしまう。ギルボア、さ。ユニコーンガンダムは、制御を失い、落下していく。だが、救出に来たガランシェールにしがみつき、ジンネマンらと共に地球へと降下する。同じ頃、リディと共に地球に降りたオードリーは、降り注ぐ流星を見つめていた。機動戦士ガンダムユニコーン、エピソード4、ラプラスの亡霊、いかがだったでしょうか？ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回があったらまたお会いしましょう。お疲れ様でした。黒い。ユニコーン。